この何の根拠も書いていない、合理的根拠のない、数字、5000万円とそういう数字によって、私の弁護費用719万円、皆さんご記憶だと思うんですけれども、これですね。弁護士費用だけで719万円。これ先週お話したと思うんですが、この何の根拠もなく適当に決められた5000万円という数字で、5000万円という数字で、私の払う弁護士費用が決まってしまう。つまり相手方の決めた数字によって私が払う金額が決まってしまう。しかもその相手方の決めた金額は極めていい加減で、何の根拠もない数字である。これが1億円であってもいいんです。300万円であってもいいんです。適当でいいんです。根拠はないんですから。そこにこの訴訟の恐ろしさがあるのではないかと私は考えております。以上、続きはまた来週。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。